はい、皆様こんにちは、琵琶湖リサーティービーです。今回はですね、琵琶湖プロガイドの宮博さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そこはあれですか、釣具部屋ですか？そうですね、はい、そうなります。素晴らしい、自宅にある釣具部屋ということですね。はい、セットのようないい部屋なんですけれども、さあ、まあまあ話はね、琵琶湖のフィールド情報からいきたいと思います。まずですね、先週からですね、やっぱり梅雨に入ったということでですね、一気に大雨となりまして、まあ、増水プラス17センチまで週末に増水したために、7月1日の月曜日の午後から300トンから、全開放流と変わりました。現在ね、7月4日の現在の水位はですね、プラス2センチ。まあ、17センチからその全開になってどんどん下がっていってる最中ということになっています。でですね、やっぱり梅雨ということで、ね、この大雨ですね、特に月曜日がひどかったですね。宮城さん出てました、月曜日？いや、出てないですか？月火と結構ね、これひどくてですね、もうお客さんとですね、はい、まあ、傘差しながらやってたんですけれども、非常に雨ね、ひどかった状況です。ただですね、この週中になってまた前線の動きですね、活発ではなくなりまして、また晴れが続いたりという感じです。まずですね、水温の方がちょっと下がったりとか不安定になっています。前回放流でですね、水がどんどん南湖に入り込んでいますので、現在は23度、ただ日中暑くなると24度ほどまで行ったりするんですけれども、水温が上がりきらず、まだ夏に入っていないというところですね。気温的にはですね、晴れたりするとすごく暑いんですけれども、まだ冷たい水が入っているんで、南湖の中はそれほど水温上がらずという状況です。で、水位の方はですね、プラス17からプラス2に下がってきていますので、これからマイナスに下がっていて、マイナス20になるまでは前回からまあ放水量ね、多い状態が続いてくると思われます。はい、でですね、釣果の方なんですけれども、前回放流でですね、始まった直後ぐらいはですね、沖の魚一気に動き始めて、沖のスクールがですね、50アップ40アップが中心でですね、2桁釣果ということも出ていたんですけれども、沖のスクールがちょっと固まり始めてきていますので、釣れるところでは50アップ40アップがボコボコボコってすごく釣れたりするんですけれども、固まっている反面、そのエリアを外してしまうと全く釣れてないということも多く、前回放流になってきてですね、沖側の釣果結構悪くなっています、全体と見れば。ただ一部の場所、まあ、例えば、水が反転流する場所とかですね、春節のこのワンスポットだけが、40アップ50アップが固まるということも多くなっていて、非常にいい状況となっています。まあ、いいのか悪いのかって言われたら、その魚が固まってその釣れるようになっていますので、釣れてるアングラはすごく釣っている、釣れないアングラは全然釣れないということで、結構厳しいのかもしれません。それからですね、増水した影響でですね、まあ、曇り雨のローライトコンディションも続いていますので、このエビも、ね、水面に出ているところは水が流れていないところになりますので、エビものところトップウォーターですね、非常によく釣れています。まあ、これもね、曇り雨のローライトの時に釣れているという感じです。で、もう一つですね、この増水したことによって良くなったのは、このひしものエリアの方でフロックですね、の方の釣果も出ているということで、まあ、シャローエリアのアングラーにとっては今ちょうどいい状態です。で、エリアのお話をしていきますと、まず、モカリがやったのがね、話としては、おごと港の沖がモカリしました。で、釣れてるエリアでいうと、このメインチャネルを中心とした両サイドのウィードエリアで、まあ、クランクを巻いたりですね、スピナーベイト、それからですね、ピンスポットではね、ノーシンカーとか、でもただ流れてるノーシンカー結構しんどいんですけれども、流れに対して直角にあったりすることで、ね、釣果上がっています。シャローエリアの方でいきますと、この浜のインサイドなど、これ、エビモが出ています。で、山の下はヒシモが入っています。それから赤の井のワンオクとかも釣果の方がね、ちょっと出たりしています。そして、烏丸半島の先端、おろしもインサイド、葉山川インサイド。で、西岸ラインに行きますと、おごと港、ヤマハ、井筒のインサイド、これをちょっとエビモが見えている場所があります。で、あと浜大津港のね、正面あたりとかも。そしてですね、水が巻くエリアとしては、旧草津川の南側、北山田のね、漁港の前周辺から、北山田のね、これ一門の内側、人工貯水路も、ひしもがある部分では、フロッグゲームなどが楽しめています。ただまあ、シャローの方のウィードエリア、まあ、ひしもとかもですね、まあ結構流していって、単発1本、2本、まあ、フロッグなんかはね、結構出るんですけども、乗らなかったりすることも多く、まあ、釣果としては、やっぱり沖出を一番当てているアングラが一番釣っているというところですけれども、シャロー側の方も安定して、まあ、トップウォーターのゲームなどができているという状況です。
あとですね、まあ、ホッコのお話でいきますと、ホッコの方はですね、まあ、シャローウィードの方が好調になっています。これも増水の影響を受けていますので、川の河口などのシャローのウィードの方で、まあ、アユとリンクしているところでは、ミノーなどをやっていくと2桁超過。島周りの方ですけども、竹部、白石、あとで、ね、沖島、竹島、それぞれね、結構ボートのアングラね、週末多かった、先週末なんかはもうどこもね、大人気となっていましたので、昼間の時間帯は結構バイトが遠のくことが多くなりました。若干ですね、島周りプレッシャー出てきてましたので、ホッコの方はシャローウィードとかね、川周りのウィードの方をやっていった方が、チョコの方が上がってくるでしょう。はい、という感じで、今週の琵琶湖のフィールド情報です。さあ、宮平さん。宮平さんがこの状況でですね、はい、どんな釣りを実践されてるんでしょうか。はい、そうですね、まあ、梅雨ですので、まあ、そういった、まあ、ローライトだったり雨だったり、まあ、魚がこう動きやすい天候ですかね、もうかつ、まあ、あと回復状態も進んできてるのもあるんで、まあ、お池のあるやつを、まあ、トップウォーターとかサブサーフェイスの、まあ、フローティングミノーチャター系ルアーで攻めていくっていうのが今メインしてます。なるほど。トップウォーター、フローティングミノー、チャターベイトですけれども、それぞれの使い分けというと、どんなエリアで使ってるんでしょうか。はい、エリアはもう一緒ですね。例えば、ハードボトムのエビもエリア、もう水面近くまでこう見えてるようなシチュエーションですよね。そこですべてルアー使っていくんですけど、で基本、まあまあ、あのベタナギの時は、まあ、湖面の静けさを生かして、まあ、ポッパーのアピールを最大限生かすと。いうとこでやって、で、まあ、それで来ない状態、まあ、例えばちょっと風が吹いたりとか、まあ、魚の状態が、まあ、もう水面までは行ってない、もうちょっと上だよっていう時はグラスピースだったりとかノベル使ってちょっと水中の入れてあげるんですよね。でそうすることでポッパーにできらないやつを引っ張り上げるっていう風な感じで使い分けてます。ということはこの3種のルアーというのはほぼエビモ周りで使ってるということですか。そういうことになります。あ、なるほどね。じゃあもうほぼエビも勝負っていう感じですね、はい、実際につけるのは。そうそうそう。もうね、沖はね、もうほぼやってないです。なるほど。やっぱりジョンさんおっしゃったように、ね、やっぱ放水が強いんで、やっぱ狭いんですよね、釣れる場所が。だから、そこはまだ弱まってからしようかなって感じ。なるほど。じゃあ、エビも一本勝負ということですね。まあまあ、この特にねグラスピースの方ですけど、宮田さんすごく釣ってるようなんですけれども、このルアーの使い方とか特徴とか教えていただけますか。はい、普通のチャと比べたら一番最大の違いはウィードの回避能力に尽きるんですね。まあ、通常エビモパッチ見たらその横のちょっとエッジ、まあ、空間があるところですよね、どうしてもこう低いがちなんですけど、やっぱりこうエビモの中とかタイトにバスがついてるときはその上引きたいじゃないですか。はいはい、でも通常だったら引けないんですけども、グラスピースやったら普通にこうスルスルヌルヌル抜けてくるんで、物の中にタイトについてるやつもしっかりこう引っ張り上げて食わせれるっていうのが最大の特徴です。なるほど。このアームがついてるのがまあちょっと特徴、スピナーベイトに近い特徴があると思うんですけども、うん、これだとウィードの間を完全に抜けるんですね。抜けますね。ああ、なるほどね。うん、なのでパッチの脇じゃなくてもうダイレクト真上通します。完全に。なるほど。これまあある意味じゃあ言い方変えれば、エビモ用のあれですね、チャターベイトということを言えるんですね。そうですね、そうですね。もう本当に普通だったらこうやめとくかっていうようなコースも普通に行けちゃうんで、それが強みですね。これやっぱあれですか、アームがあるから逆に言うとそのガードがなくてもそのエビモの間取ってもかからないということなんですね。うん、そうなると思います。はい、スピナーベイトと一緒でやっぱそうこういうアームの形状なんで、やっぱりこうすり抜けがいいっていうところですよね。うん、なるほどなるほど。グラスピースにはあとウエイトって種類とかあったりするんですか。うん、8分の3、2分の1、4分の3オンスの3ウエイトですね。で今やっぱ水面にも顔出してるところはもう8分の3をメインにして、で水面からそうですね、まあ、50センチぐらいですね、伸び込んだら、まあ、エビのトップがあるようなところは2分の1オンス使ったりっていうところが今メインですね。ちょっと打足ですけども、まあ、4分の3ってじゃあどういうところで使うんですか。はい、もう少し空間があるところです。例えば やっぱりそう。なるほど。はい、単純にそれでまず使い分けてもらったらいいと思います。なるほどね。釣られたバスね、これ、まあ、かなりいいバスだと思うんですけれども、トレーラー、はい、これ色とかはあとどういう感じで選んでますか。うん、基本的にはベイトっぽい色に合わせてるので、うん、グラスピースの その、腹のスカートの部分に似せた色っていうのをやっぱ合わせてあげて、
まあ、バスがこう見上げた時にちゃんとベイトっぽい一体感があるような組み合わせっていうんですかね、そういう風にして選んでます。ナチュラル系ですかね。ナチュラル系が多いね。なるほど。波動はちょっと弱いんですか、弱めなんですか、強めなんですか。普通のチャーターと比べたらだいぶ弱いと思います。だいぶ弱い。あー、なるほどね。だからまあまあクリアウォーターでナチュラル系でも引き出しやすいということですね。そうです、そうです、はい。なるほどね。だから今の難航に適してるっていうことですね。チャターベイトっていうとね、普通まあまあ波動が強いんでね、濁りのチャターっていうイメージですけれども、うん、今は結構ねクリアな時が多いですもんね、難航。なるほどね。だからこのグラスピースというルアーが活躍するんですね。なるほど、わかりました。ね、今回ちょっとね、まあ私も気になってたこのグラスピースね、名前はずっと聞いてたんですけど、どんなルアーでどんな風に釣るのかなっていうところで、宮広さんに紹介していただきました。宮広さん、今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、ビアクルサーチ TV、また来週お伝えしたいと思います。まあ大雨ですのでね、まず減水の兆候ね注意していただいて、まあ水位が下がってるか上がってるか、上がってればね多分トップウォーターとかねまだまだ好調だと思いますんで、減水して放水量が止まってくればおそらく沖の方に変わってくると思います。その辺のね水位のね増減の方を注意して、まあ放水量の方にも注目して釣りをしてみてください。はい、ではまた来週。